ちは、ふみです。さくらです。わーい、久しぶりに会ったよね。うん、マジ1年ぶりに会ったので、今日京都旅行に来ているんですけど、そこでちょっと夜ご飯を食べていきます。食べながら話していこうよ。話してこう、1年分の思いを。え、そうよ。キャー、やば、うまくすぎるかも。おー、下手くそ。美味しそう。ちょっと泡多め。じゃーやん。めっちゃいい音。あ、いいやん。せーの、乾杯。わーい。わー。美味しい。美味しい。本当。今日のラインナップ紹介しよう。紹介しよう。京都駅で買ってきたんだよね。うん、そう、大量に。大量に。エビアボカドサラダ。イエーイ。あと、マヌグロアボカドサラダ。イエーイ。焼き鳥。イエーイ。肉寿司。和牛の肉寿司。枝豆。と卵。卵。とデザート買ったよね。デザート買った。すごい、比重が。質問募集しとこう。お、どうだったカナダ。バカ楽しかった。ねー、めっちゃ楽しかった。何が楽しかったの。でも働いたのも楽しかった。あ、そう、途中から働いたんだっけ。そうバイトしてて。あ、そう、マジで楽しかった。いただきます。いただきます。やばい、お腹すいた。マジで美味しい。どう、英語は。英語は前よりかは全然上達した。うん、全然1年ぶりに会った気がする。マジでそれ、うん、3日前に会っただけだった、うん、本当に、うん、1年って感じしなかったな、うん、でも早かったね。1年あっという間だったよね、うん、意外と。あー、美味しい、幸せだ。飲みたい。うん、泡がまずいんじゃない、ビールって。いや、これは、うん、ビールは喉越し。喉越し、うん、喉越し。え、美味しい飲み物。美味しい飲み物とは。美味しい飲み物、マジで美味しい。皿あるかな。あ、お皿ある。お、わかる。優しい。プリタ。皿は。うん。ありがとう。おチョコみたいな。全部です。これ食べよう。へえ。ちょっといい。何だって。うわ、めっちゃぎっしりだわ。マジ？待って待って待って、持ってみて。うわ。本当だ。ぎっしりじゃない？うわ。いただきまーす。いただきます。うん。うん。うんふん。うんふん。なんだこれ。和牛？うん。うん。うん、いや、お互い変わったとこさ、匂いよ。うんうん、ありあり。マジ1年でさ、変わったよね。マジで変わった。ね。名古屋に月1で行ってたのにさ、うん、全然行かなくなってた。行ってないあれから、名古屋。名古屋は行くの。あー、イベントに行ったの。あー、普通に観光は。絶対名古屋みたいな。あー、うん。メイキ。うん。おお。言ってたね。それくらい。うん。観光じゃ、うん、新幹線全然乗ってないかも。うん。うん。うん。私はいっぱい乗る。やった。再び。うん。何ヶ月ぶりですかって。二月に行ったから。うん。ん？二月だっけ？うん。十一。まあ約一年。1年だね。ほぼほぼ1年ぶりに。いや、めっちゃ来たよ。さくらちゃんと喧嘩したんですから。またそう。またね。連絡取ってたよね、定期的にね。うんうんうん、電話無視ですね。うんうんうん。やっぱカナダだからさ、時差があるのよ。うん。どれくらいだっけ ?17 時間。うん。1日遅い。1日遅い。うん。だから、今が、うん、お昼の時に、うん、夜だよね。ちょうど14時くらいに、10時くらい。そう、うん、めっちゃ時差あった。うん、やっぱり
つなぎも、うん、つなぎも好きだったっけ。美味しい、うんうん、一緒に焼き鳥行ったことなくない？うん、うん、いや、焼き鳥めっちゃ好きだよ。マジ？うん、あ、焼き鳥好きになったからね、会ってないって最近？え？でもずっと好きね、最近。うん、炭で焼かれたね、わかる、いい香り。うん、約1年分に会って一番最初に話したことは何時だったっけ。久しぶり、新幹線の中でね、そう、静かに、いや、後ろから来ると思ってたの、うん、けど前から来て目が合ってしまった知ってる顔がいる、すごい、そうじゃん、うん、あんま騒げなかったしね、新幹線。そう、新幹線で騒げんじゃん、うん、しかもこのご時世でさ、そうそう、言えないじゃん、みんなみたいな確かに、おとなしく噛み締めて、噛み締めてました、本当に。でも全然なんか1年ぶりに会った気せんみたいな、うん、話したくない。本当にそう、うん、マジで、うん、待って待ってこういうとこさくだわ今一緒に、一番一緒にやりたいこと、え、でも京都旅行来てるし、うん、旅行来てるし、うん、旅行行きたいね、うん、今年海外もね、うんうんうん、行きたいねって話してる。行きたい、いろいろ、たくさん行きたいの。ね、てかさ、リサさん、うん、沖縄行ってたじゃん、行ってたのよ、うん、で、勧誘会行ってきたの、うんうんうん、さ、勧誘会ってめっちゃ京式行ってたよ、ね、めっちゃ、待って、ここキューブくんとフーショットしたとこやわって懐かしい。なんか、綺麗に回ってないのよ、リサ、うん、話してたし、うん、うちらも、うん、話してたからさ、うん、あ、こんな感じなんだと思った、勧誘会、うんうん、どうだった。意外に広がった、あ、マジ、うん、なんか、あ、見た、ジンベエザメみたいな、あ、見た見た見た、うん、ジンベエザメは見たけど、うん、あんま見れんかったね、ほんとに、うん、めっちゃ沖縄ね、楽しかった、うん、川こう、食べる、うん、いい、いや、なんか京都でさ、行ってさ、うん、海あるやん、うん、そこがどこか、なんかさ、うん、隠れながら行かされたじゃん、うん、場所を隠さながら、うん、めっちゃわかる、どこかわからん、ね、うん、どこかわからん、うん、今、自分が今どこにいるか本当に、なんか泊まったホテルとか一生わからんね、うんうん、一生わからん、どこに泊まったんだろうね、あそこのなんかビラみたいなね、うん、本当に、でもめっちゃ綺麗だったな、覚えてる、懐かしいな、うん、はるか結婚したしね、やばくない、これはパック、いや、でも、うん、やばいよ、やばいよね、うん、おめでたい、うん、おめでたい、ストーリー見たけど、うん、めっちゃ綺麗だったし、うんうんうん、びっくりじゃない、うん、マジですごい、標識の、で出会った女の子がもう結婚の年って、そうだよ、うん、しかも実際に結婚してさ、うん、え、うちらもそういう時期なんだとか思わない、わかるわかる、23になっちゃうしね、あ、そっかね、ん、みそもみほだけ、まあ、みほはなったばっかりだから、あ、そっかそっかそっか、うん、年齢非公開だと思ったねめっちゃかっこいい焦るじゃん、ねえ、いけるんだけど、うん、いける、そっか、うん、まあ、なったばっかだ、うん、うん、もうなるもんね、うん、違ったよね、23歳ね、みんな何してんだろうね、彼氏と泊まってないし、確かに、え、しおりに会った、あー、ってこと、え、会いたいな、しおりはアイドルしてるやん、あ、え、行きたい、うん、てかなんかいろいろおめでたすぎるでさ、うん、うん、そう、うん、なんていろいろやってたくない、うん、マジで嬉しい、ええー、でもマジでお願いだからプリのモデルやってほしい、もう一生、いや、ほんとにお願いします、お願いします、ほんとに、ほんとにやりたいよ、フリ、うん、え、しかもなんかさっきフリの、うん、新しいプリがチボコちゃんのやつが出てたり、うん、マジかわいかった、チボコ見るっけやんね、え、なんか韓国アイドルみたいなのがさ、うん、やばくない、めっちゃ韓国、え、めっちゃかわいいんだけど、うん、女神漏れ、うん、大人アイドルのやつもね、うん、かわいい系じゃない、え、ねね、お願いします、ほんとにお願いします、プリさん、はい、プリのモデルにしてくれたら、ほんとに、もう死ぬほど撮る、毎日撮りに行く清原宣伝しましょう、本当に本当にやりたいなっていう、うん、ですね、いいね、目標的な、うん、今年1年は
タイルブック出したいな。メイクとか服とか服かな、うん、フリーフリーコーデみたいな。めっちゃいい、やりたい。いいと思うマジで、うんうんうん、いいな、買いに行こう出たら送る送る買いたいこといっぱい、うんうん、少しずつ、うん。ちょっとご飯食べ終わって甘いの食べます。私ねえ、はあ、しゃべり倒しました。1年分の恋愛トークをした激アツだったマジ。いただきます。甘いの食べな。ほんといっぱいだった。こ肉寿司が優勝だったね。ね、めっちゃ良かった。肉寿司美味しかったね。だって光ってたもん肉寿司のコーナー一つだけ、うん、マジで美味しかったね。食べる、うん、あは、うん、うん、まさかの。いいね、韓国行きたいね。うん、うん、うん、ルームツアーする。うん、え、マジこの部屋やばいの、めっちゃ綺麗。行きます。入ってきて、こっち側が洗面所、脱衣所、お風呂あるんだ。え、大浴場あるんだっけ。大浴場がある。大浴場行きたいよね。ちょっと汚してしまったりさいろいろ。綺麗綺麗、大丈夫。綺麗綺麗。こっちにも鏡あるで、こっちがクローゼット、クローゼットになりました。まずもで、やばくないここ。どこだっけ、ホテル名。え、こっちが和室あんのと、ご飯食べてた場所。ご飯食べて、エクシブ、エクシブ京都、やばっ。で、こっちベッド、やばっ、えぐっ。さくらのパパが予約してくれて、通ってくれて、ありがとう、ありがとうパパ、ありがとうパパ激やさを、やさをすぎるおパパ。見てこのでっけえ椅子誰が座るねんマジで座ってきて、真ん中いいよ、頑張ってくつろいできて。え、これすごい、あ、いいめっちゃ綺麗だよね。いい感じ、いい感じ、ね、ここでメイクする。いいね、仲良くメイクできそうだね、ここでね。あっちもめっちゃ綺麗な部屋。いいね、しかもなんかここ来る途中あれなんだよね、うん、夢に出てきそうな。あー、ね、そう、わかるよ。あのお外もあれなんだ、なんだっけなっていう迷宮、迷宮みたいな、なんか迷宮、迷宮、あのあれやな、あのあれみたい、わかるよ、脱出ゲーム。うん、まあ久しぶりにお酒飲んでる。いいじゃん、普段飲まんねん。飲まん、え、てかビールを美味しいって思わないんだよまだ。うん、どうやったら感じますかお姉さん。いっぱい飲んでくださいこれは飲みやすい方、うん、美味しいこと。うん、京都の、京都の辛め、うん、どうなんだろう、わかんない、うん、美味しかったもんね。年間されるかと思った。でしょ、うん、されなかった、されなかった。おー、いやー、年間だ。されたことないでしょ、大人っぽいもん。そこほんと、うん、たまに、めっちゃたまにある。うん、ほんと、ほんと、うん、このカメラ面白いね。魚眼じゃん、魚卵卵に死んで魚卵近づく病院みたいですねこれ来てさ、ちょっと痛い、ごめん入院にいるみたい。入院食、うん、入院食やばいこれすいません。好きなタイプだって。好きなタイプ、うん、言っとけ言っとけ。え、じゃあ、でも、あ、うん、5つ、うん、交互に言う。え、一気に言う。いいよ、一気に、一気に、うん、先に言う、うん、先
きなタイプは、うん、塩顔で、尽くしてくれる人、ね、甘やかしてくれる、わがまま聞いてくれる、一緒に行って楽しい人、終わりです。あ、別に別にそんなに顔とか外見とかは、まあ、薄い人がいい、もう、塩っぽい方がいいな、一重とかも、バッチリ2人です。あ、やっぱ気が合わない。リサは、関西弁だとなおさら惚れやすい、ってなる第一印象ね。で、顔はあの平成みたいな、平成が好き、平成な髪型とかツンツンみたいな、なんていうの、令和は、韓国やん、まあ、センター分けとかじゃなくて、普通にバチバチセットの平成、平成男子全然わかんないけど、だけみたい、ほらもう普通に、ほらほらわっしゃわっしゃみたいな、違う、ツン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 、あ、そう、うん、普通にセットしてる男の絵だけにさ、ノーセットとかデートで来られたら、って思っちゃう。マジ、ノーセットもいいけど、デートだけなんかセットしてきてほしい、なんかリサが準備が遅いやん、だけなんかちゃんと髪の毛とかやってる人の方が好き。あら、ってとこ有名なあれ、なんかほら、オーシャンとかリップスとかのガンガン、そう、やしてる方が好きかな。なるほどね。あとは、優しい人、一緒にいて楽しい、大事大事、お互い尊敬できる、大事だね。そう、お互い尊敬できる人がいいです。イエーイ、好きなタイプいいね。でもなんか仲いいとさ、好きなタイプ一緒じゃない方がいいとか言うから、まあ、共感できないけどって感じだ、うちら。めっちゃわかる、共感できないけど別にいいよね。気になる人ができた時どうやってアタックしたらいいかわからないです。サクならどうやってしますか？好きな人ができました、どうやってアピールしますか？サクなら好きな人できたら、で好きかもみたいな遠回しに行動するかな、遠回しじゃ男ってわかんないじゃん。そっか、好きバレする？させる？好きとは言わないけど、けど好きバレさせる？なんとなく、なんとなく、いいか、合うか、合う、どういう、合おうっていう、合おうっていうかな、リサがってこと、好きな人には、会いたいっていう、とりあえず、リサなんかあんまり LINE とかで苦手だから、会いたいかな、会って話したい、の方がなんかリサの魅力も伝えれそう、LINE とかよりは会って話してた方が、惚れさせることができるっていうか。なるほどね。本領発揮というかも、なんか会ってる方が多分リサいいかな。なんか第一印象ってよりは、多分リサは話していって好きになったかもっていう男の人の方が多い気がする。多分会った方が魅力が分かりやすい、かな、より、はい、共感です。遠距離できますか？できる、遠距離にも月1会えればみたいな。どうする、海外、日本、どうする、連絡取れるな、電話できるな、頑張れる、ちょっと厳しい、そうか、そうか、やっぱ会わないと無理。いや、会いたくなる、月1会いたいかも。そうね、平気。いや、会いたいでしょ、毎日、会いたい、毎日会いたいタイプ。リサは毎日会いたくないと思ってたもん、けど最近同棲したいもん、進化してる、合わないし、同棲したいと思って、リサマジ同棲とか無理なんだけどとか、なんか結婚とか無理だわとか思ってたんだけど、最近同棲したい、マジか、半端ない、まあ、同棲する予定の男もいないんですけども、なんか同棲できたら楽しいだろうなっていう、楽しそう、同棲は、毎日痛い、毎日痛い、一緒に、そのイメージある、そこは変わらず変わらずです。
そうなんですよね、半同棲がいいかも。なんか普通に自分の時間も欲しいから、うん、自分の時間大事。え、そう、うんうん、彼氏いる。お、おで、ないあ、おすすめのハンドクリームありますか。ハンドクリームあっち、あっちに取ってくるか。取ってきて。おやばいばい、自信自信ごめん。よろしく。こちらがおすすめのハンドクリームですか。おすすめです、どうぞ。あ、ねえ、うろってんだけど。ありがとう。どうぞ。恋愛系めっちゃ多かったんだよね、これ。リサの？うん。好きな人にあまりにも振り向いてくれないから責めちゃってる、そういうことある？ん？自分が責めちゃってるっぽいよ。向けて。好きな人があまりにも振り向いてくれないから責めちゃってる、うんうん、そういうこと？ああ、え、もういいんじゃん、うん、好きな人変えればいい気がする。冷めちゃ、別に付き合ってないでしょ、うん、振り向いてくれなくて冷めてるんでしょ。なら諦めるな、うん、じゃあ次、諦める、うん、次行く、うん、一緒一緒。別になんかそれが好きな人っていう枠じゃなくなった瞬間、うんうん、別に好きな人じゃないからどうこうとかないかも、うん、次、次行くです、うん。彼氏が私に好きって言ってくれることが少なくて、でも裏では友達に私が好きってことをたくさん言ってるらしいんです。その友達から聞く、私的には直接言ってほしいんですけど、シャイな男の子にはどうした方がいいと思いますか。無理でも言うか、時々使えてほしいなとか、欲しいなとか難しいです。なるほど。え、可愛くない？え、可愛い、うん、え、でも友達に言ってることって本当じゃない？うん、絶対そう。でも直接言ってほしいってことでしょ、うん、で男も男で、ね、男で恥ずかしがってるってことでしょ、うん、好きって聞く、聞く、聞くでしょ、うん、絶対聞くね、好きって聞きそうだもん、さくら聞く、え、聞く、ね、え、全然、え、別になんか相手が可愛いって言ってなくても、うん、え、可愛いって聞く、リサはけど、まあ、可愛いって言うしかないじゃん、うん、ここでそんな、まあ、それで、でも言ってほしいってことだよね、うん、え、でも言ってほしい、やってほしいことは男って褒めればいいと思う、うん、なんかこういうことやってほしいなって思ったら、そのやってくれた時にめっちゃ褒めてあげるとか、うん、あ、確かに自分もってこと。そう、相手に、相手にちょっとされて嬉しいことを褒めてあげる、うん、え、マジ嬉しいみたいな、うん、え、本当にすごいみたいな、うん、こう言ってあげたら男もさ、え、褒められた、うん、みたいになるやん。だけどそれでもっとやってあげようって気持ちが上がってくるやん、うん、っていう感じでやって、自分も頑張るってことね。え、そう、それ以上に、そう、うん、それ大事なんだよ。でも褒め上手だよね、さくら。嘘、うん、でもリサも上手よ、多分。マジ男のことあんまり褒めないんだけど、褒めようかなって思ってる。そうね、これから、これからね。大丈夫大丈夫。え、元彼たちを唯一見返す方法って何だと思う？だって可愛くなる、うん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 。でもなんか可愛くなって見返してやるってやるやん、うん、で復縁したいって思うじゃん、うん、多分好きだったら、うん、けどその復縁も、うん、復縁したいって思わないくらい可愛くなることがいいと思う、うん、え、わかる？なんか元彼ってさ好きだったじゃん、うん、だけどさ、それを吹っ切れるってさ、なんて言うんだろう、それ以上に自分に自信っていうかさ、うん、言い方悪いけどさ、うん、その人たちより上を生きるかもみたいな、わかる？言ってる、めっちゃ言い方悪いけどさ、わかるわかるとか思ってたらマジで吹っ切れてる気がするの。いらないというか、私に必要ないと思えるようになって、思えるようになるまでが吹っ切れる。なんか、なんて言うんだろうね。どの質問だっけ？元からたちを唯一見返す方法。見返す？可愛くなる。うん、可愛くなってもう連絡をしない、本当に。そうだね。でも男を忘れるには、うん、泣いたらいいと思う。とりあえず写真見て、うん、めっちゃ泣いて、うんうん、もう。泣く期間を作った方が忘れれる気がする、うん、一緒一緒一緒、ね、落ち込む、え、そう、本当に落ち込む、うん、1週間くらい、そうそう、食べ物もちょっと少なくなる時期がある、浸って
写真とかを見て、うん、ああ好きだった、もう恋愛ソングもバカ聞く、めっちゃわかる。そう、うん、それをしないと多分次に行けない気がする、うん、だから別にリサ元彼の写真とかあんまり消さない人だけど、うん、残っててもおおっって消せる、うん、だからそんなぶり返さないかな、うん、やむときやまないとずっと引きずる気がする、うん、そうだよ、どんどんあれだよ、うん、ちゃんと女の子はえそ う上書きだっけ、上書き、男の子は引き出し、そう引き出し、あのそれぞれボックスがある、女が上書きだからその上書きをするために、うん、もう綺麗に印刷、うん、本当に本当に綺麗にするから それも読み返すレベルで、うんうんうん、失恋した時はね読み返してもらって、その上で新しい男を上書きすれば、うん、大丈夫、うん、いいと思います、うんうん、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。終わり本当に本当に終わり、うん、本当に、じゃあ温泉行ったりとかしようかな、うん、明日はね嵐山とか行く予定なんだよね、うん、名古屋も楽しもうね、楽しむ、バイ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 ミューン